中学受験、一問一答サプリをご視聴いただき、ありがとうございます。このサプリでは、社会、歴史、飛鳥時代について学習します。それでは早速始めましょう。第一問。遠野都は、何と呼ばれていましたか？正解は、長安です。第二問。天皇が女性や子供の時に置かれ、天皇に代わって政治を行う役職のことを、何と言いますか？正解は、摂政です。第三問。聖徳太子の叔母にあたり、聖徳太子が摂政となって仕えた、日本初の女性天皇は、誰ですか？正解は、推古天皇です。第4問。聖徳太子が定めた、役人の家柄ではなく、実力で登用する制度のことを、何と言いますか？正解は、官位十二階の制度です。第5問。聖徳太子が官位十二階の制度を定めたのは、西暦何年ですか？正解は、西暦603年です。第6問。聖徳太子が定めた、役人の心構えを示した決まりのことを、何と言いますか？正解は、17条の憲法です。第7問。聖徳太子が17条の憲法を定めたのは、西暦何年ですか？正解は、西暦604年です。第8問。仏教の受け入れをめぐって物のべしを滅ぼし、聖徳太子と協力して天皇中心の政治の仕組みを整えた人物は、誰ですか？正解は、蘇我馬子です。第9問。聖徳太子の頃に、中国に派遣した使節団のことを、何と言いますか？正解は、遣隋使です。第10問。遣隋使として、聖徳太子からの手紙を中国の皇帝に渡した人物は、誰ですか？正解は、小野妹子です。第11問。小野妹子が、遣隋使として中国に派遣されたのは、西暦何年ですか？正解は、西暦607年です。第12問。聖徳太子が建立したと言われる、現存する世界最古の木造建築物として、世界遺産に登録されている寺の名前は、何ですか？正解は、法隆寺です。第13問。630年から中国に送られた使節のことを、何と言いますか？正解は、遣唐使です。第14問。天皇中心の国づくりをするため、蘇我氏を倒して始められた政治の改革のことを、何と言いますか？正解は、大化の改新です。第15問。大化の改新は、西暦何年ですか？正解は、西暦645年です。第16問。蘇我氏を倒した翌年に出された詔で決められた、皇族や豪族が支配していた土地と人民を、朝廷が支配するように改めたことを、何と言いますか？正解は、高知公民です。第17問。中大兄皇子と共に、大化の改新を行った人物は、誰ですか？正解は、
中富の鎌足りです。第18問。唐と新羅の連合軍と日本が戦い、日本が敗れた戦いのことを何と言いますか？正解は、白月の絵の戦いです。第19問。白月の絵の戦いは、西暦何年ですか？正解は、西暦663年です。第20問。天智天皇の後継ぎをめぐって、大友の王子と大天の王子が争い、大天の王子が勝利した戦いのことを、何と言いますか？正解は、壬申の乱です。第21問。壬申の乱は、西暦何年ですか？正解は、西暦672年です。第22問。唐の法律に倣い、文武天皇によって定められた法律のことを、何と言いますか？正解は、大法律令です。第23問。大法律令が定められたのは、西暦何年ですか？正解は、西暦701年です。第24問。文武天皇が作った、日本最古の貨幣のことを、何と言いますか？正解は、不本銭です。第25問。708年に、武蔵の国の銅が献上されたことで作られた貨幣のことを、何と言いますか？正解は、和銅開珎です。中学受験、一問一答サプリをご使用いただきまして、ありがとうございました。中学受験、一問一答サプリには、即効性があります。やりすぎると、偏差値がアップしてしまうことがあります。必ず、用法、用量を守ってお使いください。また、チャンネル登録、高評価したくなる場合がありますので、副作用にご注意ください。中学受験、一問一答サプリをご使用いただき、ありがとうございました。またのご視聴、お待ちしております。このチャンネルでは、地理、歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を多数公開しています。ぜひ、ご活用ください。ご視聴、ありがとうございました。